皆さんこんにちは。今日はですね、昼ぐらいに目覚めたんですけど、なんか変な夢見てですね、ちょっと嫌な感じで目覚めたんですけど、夢を全く覚えてないんです。そういうことないですかね。ということがありつつ、今からですね、フレンチモンスターっていうお店の小山シェフがおうちで世界ご飯で作ってた、タイのコルドンブルー、では早速作っていきます。はい、ということで材料、タイ切り身2切れ 180g、 生ハム4枚、スライスチーズ溶けるタイプ4枚、バジルの葉2枚、強力粉溶き卵各適量、パン粉目の細かいもの適量、サラダ油を約大さじ2、オリーブオイル小さじ1プラス1/2、ニンニクは潰すを1/2かけ、ミニトマトヘタを除いて4等分に切る10個、タイム1、2し、塩2つまみ、バジル適量ということで使用します。では、はい、まずまな板にタイを置いて、電気で叩いていって繊維を砕きます。で、なるほど。はい、生ハム、サラダ、パスタのトッピング用としていただいて、これ買ってきました。切って伸ばした方がええんかな、これ。これやったら負けないもんね、絶対。無理やな、無理無理。よし。生ハムをちょっとね、これタイがね広くないんで、これちょっとうまくできないかもしれないですけど、はい、とろけるスライスチーズ4枚使うってことなんですけど、2枚2枚ただこれ長いんで、これ半分に切ろうかなと思ってます。はい、はい、チーズこんな感じで乗せます。はい、バジルちょっと出して洗っときます。よし、バジル2枚のせて、はいはい、これにさらにチーズを上からのせて、これで生ハムをのせます。もう一回、はい、じゃあこれで具材を挟んでいきます。生ハムです。生ハムとチーズ、はい、ちょっとこれで流れ出ないように包んでいく。進めない。わかった。じゃあこれを今回はちょっと半分ぐらいにして、これでどう？進めないね、これどうしよう。進めないけどしゃあないな、これでやるしかない。ラップで取るんで、すいません。ちょっとまあこんな感じで巻くと、巻けるやったらで、ギュッと締めると、ギュッと締めて、うまくできないかもしれないけど許してください。まあもう一つやります。ではタレで使用するトマト10個もちょっとさっき切っときます。はい、ミニトマト切ってました。切ります。多分4等分ぐらいに。はい、トマト切りました。よいしょ。ではこれ、揚げていくのにちょっと準備を、溶き卵も作っときます。では、はい、じゃあ調理器具、調理器具、溶き卵、パン粉をくぐらせます。多分ちゃんと負けてないんでバラバラになりそうやけど、まあそれはそれでしょうがない。強力粉を軽くつけて、
卵をくぐらして、で、こんな感じですか。ちょっとバラバラになりそうですか。頑張ります。はい、サラダ油大さじ2入れます。しゃあない、やるしかない、いけ。はい、サラダ油大さじ2。はい、火つけます。はい、では、まあ、まずこっちから脈か、こっちの面からしっかり固まるように。絡まったんやけど、こんがりしすぎた。こんがり、こんがり、こんがり、まあ、ちょっと取り出します。こうしたら、いい感じじゃないですか。まあでも、いい感じじゃないです。反対側しっかりくっつけな感じ、香ばしく。これちょっとあの油を拭いて、オリーブオイル、オリーブオイル小1入れます。で、ニンニクも1/2かけ用意しておきます。ニンニクね、潰してました。はい、で、はい、入れます。火入れやなか、火どれ、何火とか言うてなかったですけど、ちょっと弱めにしとこう、怖いから。はい、で、潰したニンニクも入れときます。タイムもちょっと洗っときます。あ、ニンニクの香りが出てきたんで、トマト加えます。トマト入れます。ニンニクの香りが出てきたらトマトを加える。塩少々加えます。はい、塩少々加えます。あの、香り付けにタイムを加える。はい、香りにタイム加えます。トマトを潰しながら煮ていきます。なんか結構パリッパリになるぐらいまで煮てました。はい、ここでオリーブオイル 1/2 入れて乳化させると。はい、入れます。で、これで乳化させると。これでソース完成かな。火止めとこう。はい、こんな感じと思います。火止めときます。よし、はい、ソース完成です。はい、じゃあこれで切ります。よし、切ってみます。ちょっと切り方下手くそですが、まあ、断面こんな感じで許してください。よしよしよし、で、このソースを、ほんで、ここにバジルをはい、まあ素人が作ったとしたらタイのコルドンブルー、どうでしょう。小山シェフありがとうございます。タイのコルドンブルーできました。いただきます。美味しそう。はい、今日の昼食です。じゃんじゃじゃん、即席味噌汁と、はい、フレンチモンスター小山シェフのタイのコンドンブルー、コンドルブルー、コンドンブルー、コンドンブルー、はい、噛みそうになりますが、こんな感じです。美味しそう。では、いただいていきましょう。では、いただきます。まあ、まず温まるように味噌汁から、即席。うまい。では、ちょっと裏側ちゃんと包めなかったですけど、ちょっと食べてみます。切るか。これな、何、まあ、いろいろ入ってます。ドラドラ、
いただきます。落ちた。うん、うん、うん、中からこのや柔らかい鯛の味とチーズとハムがまたあって美味しい。このカリカリに揚げたのが逆に美味しい。でこのタレが絶妙、なかなか美味しいでございます。うん、タイのちょっと若干生臭さを感じる。美味しい。このニンニクの効いたタレがめちゃめちゃ美味しい。うん、あんたと同じ量入れてるもん。うん、一つ食べろ。いやいやいや、すごい家庭でできるフランス料理っていうことで、まあちょっとタイがやっぱりこうああいうふうに平べったくないから、もっと広く開けれるのか広げれるような感じにできるのであれば、ちょっとチーズとかもっとハムとかしっかり入れたらまた味わいが変わって美味しいかもしれない。今日ちょっとある意味若干無理くり系に作ったんで、そこですかね。まあちょっと皆さんちょっとうまくやってもらえたら、ソースが本当にあのトマトのうまみの詰まったソースはめちゃめちゃ美味しくて、香草と合わせたら本当にあの食材自体が何やろ、こうあの魚臭さもなくさっぱりと美味しく食べれる感じ、ちょっと家庭でできるちょっとおしゃれなフランス料理フレンチっていうことで、ちょっとまた試してみて感想教えてもらえたら嬉しいです。ということで引き続き我が家秘伝のレシピ、簡単にできるお酒のおつまみ、時短レシピ、炊飯器レシピ、またちまたでの流行り教えていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。まー、あ、ちゃん、あのゆっくり食べてからでいき、総評と締めお願いします。全部食べた、あんた、まあまあ口の中食べてから喋るよ。食べすぎ。うん、もうこれ もう満点。あ、わかった、毎回満点やん。基準がわからん。いや、もう形も崩れてないし、うん、うん、お味もいいと思います。よかったです、ありがとうございます。ということで、じゃあばあちゃん最後の締めを、いつもの締めをお願いします。もうそれそれじゃない、どうぞ。味よしだけあと2つある、思い出し言うて。無理を言うたら思い出し言うて、よけぼけるよ。いやいや、思い出し言うて。いやいや、ごちそうさまでした。はい、また期待してます。はい、じゃあちょっと待ってくださいよ。待ってください。アディオス、カシオス、バルス。はい、アディオス、カシオス、バルス。言えた。はい、はい、では失礼します。